はい、ということで今回はこのローファーをですね磨いていこうと思います。 GH バスの、バーガンディーですかねという色のローファーでございます。こちら一応グラスレザーですのであまりねクリーナーとか使ってはいけないようなんですけれども、まあ、全く使わないという感じではなく軽くうっすらとはちゃんと使っていこうかなと思います。まあ、なんか専用の固形のクリーナーみたいなのを使えばより良いのかもしれませんが、今回はこちらのブートブラックの2フェイスローションを使っていこうと思います。軽いブラッシングの方を終わらせておりますので、何ですかね、今回目標がございまして30分で終わらせようという目標がございます。実はですね、前回喋らずにですね、動画外で練習したことがあるんですけど、それでは20分ぐらいで、22分ぐらいでいけたので、まあ喋ったら30分でいけるかもしれない、喋っても30分ぐらいあればいけるかもしれないという、まあ、目処がなくはないといった感じなんですね。ちょっとねこのローファー最近、まあ、最近磨いてないというほどではありませんが、少し前磨いた時から時間を置いているので、まあ、グラスレザーということもあり、あまり頻繁に磨かない方がいいのかなっていうふうに思いますし、あとこれですね、このクリーナーを使うとやっぱりグラスレザーがダメになってしまうというのも聞きますので、本当か嘘か分かんないですけど、まあでも本当なんでしょうかね。まあでも確かに靴じゃなくて、靴ではあまり聞きませんが、カバンとかだとそれこそ牛床革に、PU コーティングなどしたもの、これはもう加水分解して行ってしまうみたいなことを聞きますが、でもそれで言うと革靴の場合のこのガラスレザーっていうのはちょっとそれとはそもそも違うような気もしますしね。加水分解なんかでそんな数年でダメになっちゃったら、この GH バスのローファーなんてありえないはずですから。しかしながら実際にはもっと長い年数履き続けられているっていう、ちょっとね、やっぱり、わかんないですね。というのも含めて、ちょっと、今回このグラスレザーを使って、いろいろ実験してるというところでもあります。ある程度ね、このクリーナーを使っていって、まあ、2年、3年と、状態変化がないようであれば、まあ、ものによっては使っていいものもあるんだなということが、わかるといったところですね。
これね、前回動画外で練習した時もそうなんですけど、この一番最初にクリーナーでどこまで取るかによって綺麗に輝くように仕上げられるかが変わってくるといった感じなんですね。スムースレーザーよりも、スムースレーザーはなんとなく勝手が分かってきた感じがあるのですが、このグラスレーザーはなかなかよく分からない。失敗した時のなんかこう光らなさみたいなのがどうしようもない感じになっちゃうので、時間かけすぎてますね、この特攻で。今回艶出しを、ナチュラルのワックスで行うか、ブートブラックのバーガンディのシュークリームでも艶を出すことができるんです。かなりもう十分すぎるぐらい、この靴に関して。なのでどちらで行っていくかっていうのが迷うんですが、どうしましょう。非常に迷いますね。まあ、でもシュークリームかな、シュークリーム路線で進んでいきましょう。このね、今の状態非常に艶のない状態ですね。本当にこっから艶がある状態に回復できるのかっていう心配になるぐらい艶がない状態ですけど、まあ、スムースレサーだったらこれですっぴんに戻ったっていう喜びがあるんですが、この場合別にすっぴんに戻ったわけでもないっていう、なんか何とも言えない感じがありますよね。あれ、
それをまくろうかなっていった感じですが、そんな時間あるのでしょうか。私に悠長にこんな袖をまくっている時間など私には残されていないかもしれない。いて、すいません。今13分ぐらい経ってるのか。うまくいかなくてもそれなりにうまくいかなかったという意味で面白い動画になればいいでしょう。面白いかどうかすらも分かりませんが、面白くなくてもいいんです。ここに動画があるということが最も重要なので、面白いか面白くないかはどうでも良いんですね。はい、それではやっていきましょう。どうしましょう。まあ塗っていきましょう。全体的に薄くね、薄く均一に、とにかく均一に薄く。コインペニーのコイン刺すところのね、コイン刺すためのところなのか分かりませんが、コインを刺していたような部分に入り、あまり入り込みすぎないようにね、塗らないといけないのが一つの難しさではあると思いますが、本当にね、この穴のところはどうやって磨くのが正解なんだっていう感じですけど、いつも全くわからない正解が。ここは磨けなくていいものなのか、あるいはどうなんだろうといった感じですね。あれですね、これ指で塗る工程設けなくても多分いけるんじゃないかな。どうなんだろう、いける気がしてきました。あの布に取って塗るっていうのを初めからやっちゃう方が薄く塗れて、グラスレザーなんで油分のクリーム分の補給をするということの必要性はあまりというか、ほとんどというか、完全にというか、それは人それぞれ主観ではあると思いますが、いずれにしてもないので。元からクロスで塗っていくぐらいで、十分な気もしなくもないといった感じです。まあ、こんな風に適当に塗りまして、ここからが本題ですね。
問題に入っていくところで今15分。いや怖いな、緊張して何回も巻き直す。緊張というかこうなんかあれですね、なんだろう、これダメか、たまにうまくいってない時の輝きかもしれない。そうでもないか、悪くないか、悪くないですかね。ちょうど見えてるといいんですけど、この画角で悪くはないけど、そんなに良くもないですかね。わかんないんですよね、これ。成功するときと成功しないときの差が本当にわからない。まあまあまあって感じですが、これは傷なのかな、傷なのかムラなのかわからないものもなんかね、出てきちゃうんですよね。あ、ムラだったんだ。っていうふうにやってもですね、こうまたこれは次のところにムラが出てくるんですね。本当にこのローファーの磨き方、正解がわからない。やっぱりワックスで光らすのが一番無難なんですかね。どうなんでしょう、まあ、全体的にいっちゃいましょう。もうわからないです、これについては。あるいはクリーナー使っちゃったからもうダメなのかもしれないですね。表面のコーティングが剥がれつつあるのかもしれない。わかんないなこれ。本当にわかんない。何が正解なのかもわかんないし、うまくいってるのかどうかもわからない。グラスレザー GH バスの、ローファーかで
何が正解なんでしょうというのは確か調べてみたこともあるんですが、ローファーだとなんか一気に情報が少なくなり、またさらにグラスレザーだと、まあどうなんでしょう、他のローファーじゃないグラスレザーのやつも参考にできたりはするんですけど、でもローファーって別につま先で光らすもんでもないし、リーガルとかのグラスレザーで、あの普通のビジネスシューズ的なあのストレートチップのやつとかだと、もうもちろんストレートチップだけを光らすのでワックスを使うのが妥当だと思うんですけど、こんな広い面積きっちりワックス塗るのはおかしいじゃないですか。だからまあ薄めに塗ってこう光らせていくっていう方法あると思うんですけど、まあそれもそれでなんかね、それしか方法がないのかっていう感じがするんで、こういうふうに広い面積をある程度こうピカッと光らせとくのが妥当なような、このローファーみたいな種類の靴に置いてグラスレザーのお手入れはどういうふうにするのが妥当なのかみたいな情報があったらいいんですけど、で多分あるんですけど私は見つけられてないといった感じです。こんなもんじゃないですかね。ここでね、満足しないとね、ドツボにはまっていくんで、これで一旦この工程終わっていきましょう。もう片方もやらないといけないので、やばい、あと6分ほどで30分になってしまいます。状態をねとりあえずお見せしとかないと、動画自体のねクオリティが大きくここで分岐するわけでございまして、こことやるかやらないかでね、動画のねよいしょクオリティが変わってくる。またこういう救急車の音とかね、含めるか含めないかでもねクオリティがね大きく変わってくるわけですが、そんなことは気にしないと。いや本当に暑いですね。夜になってくると涼しくなるとはいえですね、こういう風に靴磨きをしているとやっぱり、まあ、気温は涼しくても暑くなっちゃうんですね。もうちょっとか、つけすぎた臭いな、つけすぎた臭い、もっと薄くやるべきなんだな、もっと
これならリカバーできそうですね、後から。ああもう無理だったかもしれないですね、30分は。いや残念ですね、非常に残念。つけすぎています、私はつけすぎています。あなたはつけすぎていますか？はい、つけすぎています。いや、でも上の面ができたからギリギリいけるかもしれないという野望ですね、胸に雑に側面を仕上げていきます。ちゃんとやる、全部やるですからね、そこが大切ですね、何よりも。ちゃんとやる、全部やる。深くやらないと始まらない。あと2分。いや、1分30秒。もういけたと言うことはできる感じですかね、これは。もういけましたって言ってね、もういけました、これはいけてるんですっていうことも不可能ではない。いやけどやっぱ汚いよな、なんか光り方が。どうしたら線が残らないんですか。きちんとしたネルを買えば私は綺麗な輝きを手に入れられるんですか。あるいはもうそういうのとはレベルが違う話をここで私たちはしているのでしょうか。まあ、こんな感じで一応ねやってまいりましたけれども、なんかちょっと微妙な感じですね。また再チャレンジさせていただこうと思います。今度はあれですね、ワックス、サフィールノワールのこのニュートラルのワックスを使う方向をメインで考えていけたらいいなと思います。ということで、まあ、とりあえず今回の靴磨きは以上になります。ちょうど30分で多分終われると思うので、あと10秒ほどですかね。ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。藤原の実方遊んではございませんということで、ありがとうございました。